これをどう生かすかですよね。やる気中に行きたかったよね。今全然チャンス名、普通のチャンス名引けてないし、今引くなよ。さあ頑張ろう、頑張ろう日本。チャンスなのか、チャンスなのか。引き止めましょうか、引き止めましょう。引き止めた方大成功で、吸い替えた、どうしよう。ああやばい、ボーナス当たれよ。これちゃうやん。さあ頑張っていこう。ニコナニ、はい、ニコナニ動画をご覧の皆様こんにちは。パチスロ師匠ボノ健三です。第13回ニコナニ動画、中編のお時間がやってまいりました。この番町の島、塊の可能性も非常に高いので、まずはまあ変更か否か、そして塊か否かで、最後にこの台自体がピンポイントでの高設定なのか否か、この中盤で中編が終わる頃には見切りがつけられてればいいなと思います。じゃあ早速打っていきましょう。この島、まあ、前編でも同じこと言ったんですが、この番町の島全5台中1台が通常いただきに突入済みと、で僕の台を除く他3台が朝1100ゲーム以内の当たりないしは200のゾーンでヒット、そしてそれら残りの4台中2台が朝1の当たりから天国へ移行したっぽいので、まあ極めてこの島が塊の可能性が高いです。さっきのチャンス目かな。弱いな。残念、変更してると仮定して200のゾーンではヒットせずと、400のゾーンまであと少し、こっからだ、こっから
もう何も引くな、本当に。もう下段にバーが止まっとけばいい。変な引き発揮すんなよ。あと10ゲーム、あと10ゲーム耐えろ。はい、こっからこっから400ゲーム到達。閉まれちゃった。あ、やばい。あ、オッケー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 。さ、夕方には行かないけど、このタイミングで前兆に行ったんで、うん、ああ安心。危ない、本当にちょっと僕ドキドキしました。この台だけ据え置きだったらどうしようと思ったんで。ああ、今ベルフラッシュした。大丈夫、これは変更ですね。ああ、もうここでヒットしてほしい。ボーナス、あー弱い弱いけど頼む。あーあー、いいいいよ。あーあー、お願い。よしよし、まあまあまあ、400のゾーンでヒットしたんで、これはまあ変更濃厚でもういいでしょう。もう胃が痛いです、キリキリしてたんで。ニコナミ、ラッキー、乗るとありがたいですよね。いや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 先輩、いやいや先輩、10って。頑張れ。あかん、終わってまうぞ。あー、90で終わった。セット数ないかな。しょっぱい。あいや、今になって引き上がってこの野郎。ダメですね。はい、やめましょう。やめ。やめです。ニコナミ。どうも。どうですか。600、総ゲーム数が600で、斜めベルが4回。で、正確のチャンス目が6回スルーしているんで、やめますか。やめます。了解です。すごい塊っぽい番長の島に1台空き台が空いたんですよ。
なんで隣なんでよかったら番長知らんもん教えてくれる。あ、隣隣で。じゃあ、はい、心強い。なんで打ちます。はい、はい、移動します。じゃあ、はい、ニコナン番長は出るイメージがないんですけどね、頑張ります。これでしょ、あのシャッター全閉でチャンス目吹きがいいんでしょ。それぐらい知ってるよ俺だってよ。いいぞ、息止めましょう。頑張れ。ああ。もうすぐベッド行くんですよ。お腹空いてるからかな。なんやこれ。多分、いや今僕横で見てたんですけど、ちょっとおかしな揃い方したんですよ、弁当が。ベルじゃないや、弁当にこどまりましたね、はい、なんで、もしかしたらこれの可能性があります。嘘やん、私一回も聞いたことない。おめでとうございます。おめでとうな。多分、狙ってみてください。赤、青、赤、赤、青、赤、赤、おう、赤でいいですよね。私初めてなんですけど。素晴らしい。健三先生のおかげです。いや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 、万歳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 。あーもうこのまま帰りたいな。頼むよ。揃わんな。あー揃わんかった。初めての超番長なんだからさ、キュイーみたいなやつ。ニコナン昇格のチャンスですね。443ゲームレギュラーいただきました。投手はちょっと加算で非放電と合わせて13本ですね。ないか。昇格しろ。ああレギュラーですね。CM 転落。チェリーを除けばレギュラー中は射程止まりでした。ジョーダンベル。行きましたね。ATM に行く可能性が高くなってきた。ああ本当にもうここのゾーンで当たってほしい。400、600っていくと取り戻せなくなります。
弱い。残念。じゃあ深くまで行ってきます。深い深い暗闇の森に。ニコナン、これか。さあ、俺はよいしょ。紫の車出てこい。ダメだな。さあ頑張れ。30でしょ。さっきのチャンス目が1回あるから間に合わんか。20か。うわうわダメだ。これ弱い。いや、まあ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 弱いよね。セット数みたいないの。チャンス目。熱い。チャンス目やったら熱い。まあレア役だったら熱いです。あ、気落ちなら。ああ。いやまだで。ああ。チャンス目。ああ。あ。割れないよ。割れた割れた。バンザーイ。よく粘りましたね。あ、これはまだ ART 中の扱いなの。はい、ART 中の扱いだからうまかったんですね。すごい。あー
これ多分射程しか出てないのは次回ダメなんですよね。銃なんかどうしようもないやん。お、こっちや、こっちで、こっちで、あまだ頑張れてる。あー、よそ見した、よそ見したら終わった。ニコナン、わあわあわあ、今第2第3これは当たったでしょう。あれれ、チャンス目解除ですね。これはまあチャンスなんでしょう。でもちょっとしっくりこない、気持ちが悪いです。 B なのか A なのかすら分かんないんで。ああ、あと数ゲームだったのでしょうか。ここまで、おお、またチャンス目で上がってたみたいです。385、本日2度目の青7通過とシティホーム。さっき青途中ゲームだったから、もうここは是が非でも続いてほしい。よし、続いてほしいけど、まあここは終わるでしょう。チャンス目2回引いたんで、まあこれはちょっと当たってくれないと困る。チャンス、赤の赤の青、あ、弱い。ああ、ああ、ああ、青7だったんで。でも先あかんかったやん、さっきダブルした。頑張れ頑張れ、ありがとうございます。頑張りましょう。でもしなかったか、合格っぽいのに残念。おお、ってことはワンセット。うわ、吉宗の人や。吉宗の人です、そうです、プレミアです。僕も初めて見ました。あっちゅうまれ、そうです、そうです、そうです。
ってことはもうワンセットですね。チャンス目ここで いやもう引いてないし、これこそ、まあ、本当に終わりですね、100ゲームで。はい、第2弱ダメか、おってことはチャンス目で、あ、引き戻しの可能性も、よし、今マイク近づけたので聞こえましたか、いただきラッシュと言ったんで引き戻しですね。149ゲームいただきラッシュ引き戻しとイエス、ようやく高設定の可能性が高まる要素をゲットしました。おっと、これは168ゲーム、これがならチャンス目かな、そういうことですよね。アドゥー、はい、ボーナスゲットン、初めていただき中にボーナスできました、今日しかもビッグ175、これはレア役何も引いてないんで、チャンスチャンス、赤青、あ、赤レインボーか、ですよね。70行きたい度が 16%、 まあこれは揃わなかったと。でモードの方が通常 A が 79%、通常 B が 16% で天国が 4% になります。ニコナン、これ200のあれでしょ、落ちてこい、だー、うわー、お、落ちた落ちた、
頑張ってんじゃないのこれ。当たらんのかな。あーあーああダメなのか。ああダメか。頑張れ。あ、当たった。やった。当たった。ババアがバーを狙ってどうするんですか。ババアがバー。しかもソロやってないし。もうダメだ。心が折れてきた。ニコナン。上乗せをしてくれない。他に天国だったとしても間に合わないですね。残り5ゲーム。強くないか。あー160ゲーム。おーセーフ。再び天国ではないと。ちょっと怪しくなってきましたね。番長が前半から見ていただいている方には、僕のあのもうおそらく塊だと思いますというあのテンションからのこの下がりっぷり、若干ちょっと本当番長の島自体が怪しくなってきました。中条板焼きに入った2台は以前まだいい感じの挙動してるんですけど、残り3台琵琶湖さん含め僕の台と残り1台がちょっと展開としては芳しくないのかなと。よし、きれいにチャンス目で解除してくれました。これはありがたい。ちょうどゾーン抜けたとこだったんで。まだまだついニコナニ動画中編はここまで。続きは次回後編でお届けします。あー、これ出た。漏れ出た。漏れ。あー、ついあ、熱くないか。いや、熱い。あ、熱くないです。予想だにしなかった意外な展開が。もうダメだ。今日7が揃わない日だ。ニコナニ動画、次回もお楽しみに。今回実践に協力していただいたのはニコニコ大和田店、京阪大和田駅すぐ目の前、パチンコ331台、スロット124台、最高級のおもてなし、チョメダルシステムを採用し随時会員様も募集中です。ニコニコ満面の笑顔で皆様のご来店を心よりお待ちしております。